皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年、9月の5日19時29分、ですね、昨日も自分のホームページを少しチェックしていて、文章がですね、一部サイバー攻撃を受けてるなっていうところもありましたし、自分の文章の書き方と知識的なところで、まあ、少し間違いがあるなとか誤解を与えてしまうなっていう部分がありました。で、それもね、ちょっと難しいんですよ。世界国税税とかで見た内容だとか、まあそれは国連の集計とかで上がってくるんですけども、様々なものを読んでると、そういうふうに、石油とかね、ガスとかの残存量に関して、まだずっと掘っていく分まで計算入れて、ものを言ってる人たちもいるんです。だから、その辺のところで、採掘するスピードを上げたらいいじゃないかという考え方という安直な方とかもいましたので、高近年なんですよね。僕は地震の発生の仕方についてっていう部分で、地下の空洞化、世界中で約200億トン分の空洞が地下で出来上がっていると。で、まあ、36番のね、ホームページ淡井圭介の利益の36、ここに、まあ、いろいろ記載してた内容。これね、その年その年とか、その後どう世の中が動くかによって、これ、例えば石炭のね、埋蔵量が現在の採掘スペースだと150年ほど持ちますって記載してますけども、石炭を使用するペースとかも急に上がったりとかもします。テレビのニュースを見ている限り、すぐちょっとしたことで着火しやすい、扱いづらい石炭とかまあオーストラリアにあると。で、輸送が困難であると。で、その石炭を使用して水素をオーストラリアで先に作って日本へ輸入しようと、まあこういうような動きとかもあって、それで一気にまあ、オーストラリアの石炭が、まあ、一気に消費って言ったらいいんですかね。まあ、消費でいいと思いますよ。まあ、採掘したとか、まあ、とにかくね、計算をしっかりしといてもらわなかったら困るんです。採掘したけども、その数字差し引いてなかったで、後で急に、もう石炭出てこなくなりましたとか、これが一番困ることなんです。で、これね、正直、何年か前とかのデータとかを、僕はたまにこういう世界国税税っていう雑誌を買ったり、同じものがね、図書館にあるので、それを、何年かに一回、コピーしたりとかして、情報収集したりしてるんですよ。で、見ていて、おかしいなって思うところは結構あると思うんです。例えば、原油の埋蔵量が、まあ、減ってる国っていう書き方しますけども、2013年、採掘可能埋蔵量と、その横に2018年採掘可能埋蔵量、ですね、ちょっと待ってくださいね。持ちにくいんでね、iPad。とにかくちょっとね、説明、どう思ったら説明、ちょっとここ置きましょうか。ここですね。2013年、石油。で、こっちが2018年採掘可能埋蔵量。で、これね、画面で見たらこうしたらいいかな。サウジアラビアは、ここ、あんまり数減ってなかったでしょ。で、日本はね、7割の石油をサウジアラビアから輸入してるっていうことを一般的に、まあ、池上彰さんの番組とかでも報道してたんですけども、あれ、アラブ首長国連邦込みなんですよ。で、あんまり細かいことを地水云々とか言い始めると、キリがなくなってくるんですけども、アラブ首長国連邦も、まあ、サウジアラビアが主体になって、あのあたりは動いているっていう部分も一部あるんです。で、カタールがある、陸続きでね、サウジアラビアの、ちょっとした半島みたいなところがカタールという国なんです。そこは、ガスの採掘とかをしてるんですけどもね、石油の採掘をしながら、基本的にガス、石油は、揮発して天然ガスにもなるんで、基本的に石油の採掘イコール、天然ガスの採掘でもあるんです。これはもう覚えておいてください。で、天然ガスの7割は石油の揮発したものです。
だから、ね、この辺のところとかね、あの数字の動き方とかも、これが、まあ、2018年の、流石石油の採掘可能な埋蔵量だったので、2020年の国連のデータでは、石油の世界的な、トータルでのね、採掘可能埋蔵量、消費量に対して世界的に53.5年分に変わったんですよ。2019年は69年分だったんです。これ安倍政権の時に世界中に声掛けしてもらって計算してくださいって言ったんですよ。採掘した分を、今までの分、どれぐらい採掘してるのかって計算し直してくださいって。例えば、旧ソ連圏のところ、ロシアの数字が横ばいのままでしょ。127億2000万キロリットル。で、2013年と2018年の比較だから、5年経過してるのに、ロシアの石油のその採掘可能埋蔵量が全く同じなんですよ。いくらでもこれないでしょっていうことで、これカザフス、もう旧ソ連圏はそうなんですよ。カザフスタンもそうだったし、アゼルバイジャンもそうだったし、トルクミンスタンもそうだったし、まあ、ルーマニアはね、さすがに途中から表記なしに変わったんですけども、楽観的な意見で言いますよ。ロシアは、北極圏に近いでしょ？で、北極圏の氷の下に石油が眠ってあるっていう話は皆さん、何十年も前から聞いたことある方は聞いたことある、あると思うんです。もう何十年も前から言われてるんです。で、アメリカとロシアは、ロシアが基本的に、斜めに掘っていったらって言ったらいいんですかね。縦、その後横かもしれませんけども、基本的に、流れてくるはずなんですよ。石油層に行けば。で、溜まるでしょ。で、石油が流れ込んできたところに、石油の採掘するリグっていうものを皆さんご存知ですかね。振り子運動。振り子運動で大きな大きな金属の塊が振り子運動で動いてるんですよ。それで石油を汲み上げてるんですね。一時電気とか使ってられないから、石油を採掘するのに、いちいちエンジンとか使ってたら、石油を消費するでしょ？そんな馬鹿げたことしないしない。大事なみんなの生活のための石油を採掘するために、まあ、これが平賀耕作省とかの、まあ、もともと平賀源内っていう人、日本人でいたんですよね。で、僕、平賀耕作省っていうところ、神戸市の清新中央、西区の清新中央っていう、西の神と書いて清新中央っていう工業地帯があるんですけども、そこに一回就職したことあるんですよ、学生の頃に。定時制の高校通いながら。で、エネルギーを、使わないで、昔は平賀耕作、はい、まあ、平賀源内はいろんなからくりとかを作ってましたのでね。ほんとはもう昔からそうなんですよ。石油採掘なんてものは、そういう振り子運動を利用してエネルギーを、採掘すると。他にもね、例えば河川とかから水を自動で汲み上げる水車とかもあるんですよ。電気を使わずに。こう、桶みたいなものを、こう、水車につけておいて、水車が川の流れでこう回るでしょ。回るときに、桶が自然と、川の底行くでしょ。で、水汲むでしょ。で、水車が回るから上の方まで上がってくるじゃないですか。で、ある一定のところ来たら、こう、ガタってこう傾いて、水が流れる。つまり、まあ、高低差、まあ、2メートルぐらいの高さまで水を汲み上げれるんですよね。川の流れ利用して。特に人力とか使わなくて。まあ、そういうふうな方法とかもあるし、工夫次第なんですよ。だから、無駄なエネルギーを消費しないっていうことは。ちょっとね、まあ、今回は今年の9月15日に発売される。基本的に世界国税税は毎年9月15日に発売されるはずなんですよ。それは今回ちょっとお金出してでも購入しようかなとは思ってます。もしかしたら図書館でコピーするかもしれませんが、高いです、これ。一冊、これ、この2014年、15年、2014年から15年のデータに関しては、これはね、2685円プラス税金なんですよね。だから結構もう3000円ほどかかると。3000円超えてくると。まあ、こういうお値段なんでね、ちょっとね、今現在訴訟中ですし、まあ、裁判所の方もね、もう切っていらないということで、法律名もいちいち出してこなくていいですよっていうことで受け止めてくれてるんですね、大阪の高等裁判所も。で、
フリカの方もあんまり数字を置いてないところは、アルジェリアなんか全く同じ数字でしたから、この年、この2013年から2018年ね、ただただ採掘したか、あの数量を計算してたなかっただけっていう可能性もあるんですよ。それで計算し直して2020年のデータで 53.5 年分まで一気に、69年分から1年で一気にそこまで下がって、世界中集計が終わったんなら分かりますけども、まあ集計できてないところがあるかもしれない。だからもうちょっとこれは様子見なきゃ分からないんですけども、だからもう今の2013年の今の現時点の数字は、来年再来年になって我々に分かるものであって、もうすでに、ね、今年で石油の残存量が、技術的採掘可能埋蔵量が50年分ないかもしれない。もうこれが現実だから、みんな節約に回るしかないんですよ。で、自然再生可能エネルギーを進めなきゃならないんですけども、ここのねホームページ IKS からの利益の、36番だけでは絶対分からないんですよ。僕が進めようとしているのは、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電と、かまど発電とマグマ発電、あと、まあ、太陽熱発電っていうものがあるんですけども、それはね、まあ、赤道直下の国とかが向いてるんですけども、まあ、まあ、金属の、その太陽の熱を受け止める装置を作っておいて、その熱がね、伝わってきて、その管に熱が通るまで、熱が伝わるようになってるんです。で、その管で、中に、オイルを入れてるバージョンもあれば、他のものを入れてるバージョンもあるんですよ。で、そこで、そのオイルとかを高温にして、発電するっていうようなものとかもあるんですね。だから、太陽光パネルだけが、赤道直下のところで適してるというわけではなく、その辺のところ僕ちょっと説明間違えてるんですよ。太陽光パネルを買った時に、自分でですよ。自分で購入した時に自分で持ってみて、冬場と、暖かい、まあ春秋と発電量が全然違うかったんですね。だから、まあもちろん日照時間うんぬんはありますよ。晴れてる日とそうじゃない日。だから僕は、冬場はあまり発電できないんだな、っていう感覚だったんです。だから僕の感覚では赤道直下あった太陽光パネルみたいなことを言ってたんですけども、太陽熱っていうものがあるんですよ。だからよく調べてみて、日々私もいろんな情報を拾い上げて調べているので、まあ年数の経過とともにね、私も言ってる内容がちょっと変わっていたりします。で、最新の私の言ってる内容っていうものも聞いてもらいたいし、まあ昔のデータがどういうふうなものであって、今どうなったか、こういったことをね、しっかりと覚えていただきたい。で、これが、大学の教授とかはね、私が言うまでほったらかしにしていた。これが現実なんです。日本の政府もね。で、今攻めてるわけじゃなくて、誰か気づいた人が動かなかったらね、いろいろ AI 化とかが進んで、世界中もうみんないっぱいいっぱいなんですよ。その ID 化が進んで。だからパソコン関係のことも覚えなきゃなんない、その幅が広がりすぎてるんですよ。で、肝心要の農作物とかね、まあ、農林水産業、そういったところがおろそかになっていた。これが実態なんですね。だから、かまど発電で、高校生や大学生の運動部の人たちに、枯れてる竹とかを拾ってきてもらって、あと、まあ、変色し始めてる竹とかね、もう、すごい綺麗な緑色とかだったら、その竹が生き残ってるから、根元から新しい竹の子ができてきて、竹が生えてきたりするんですけども、もう枯れてる竹とか期待できないんで、回収して、発電用に使うと。まあ、こういう風な形ですね。あと、ちょっと山の中入った倒木とか結構あるし、あ、この木もうダメだなっていうのは結構あるんですよ。朽ち始めてる、まあ、朽ち木って言ったらいいんですかね。朽ちてる木、朽ち果てるとかのね。そういう風なものも結構あるし、あと、まあ、木の中がこう空洞化してるようなものもありますしね。そういうのは、倒木、倒れてくる危険性があるんで、民家とかにね。だから探しに行けばいくらでもあるんですよ。危険なとこは早くここ切っといた方がいいだろうっていうところ。だからそれを言うのは早く対処しなきゃならないし。
各地ね、基本的に枯れてるだけとかだったらいろんな運動部とかも受けますし、蒲田発電は学校で段得ながらね、発電していただいたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、沖縄は、まあ、冬らしい冬は、その雪が降ったりしないじゃないですか。まあまあまあ、まあ12月、1月、2月とかに、まあ、発電しながら、まあ、という考え方で行くか、夏場の方が正直、電力消費するでしょう、沖縄の方。だから、その、燃焼室ね、そのかまど発電の燃焼室、もうそこはもうものすごい高温になって、人間が入れるような状況じゃなかなかなくなってくると思うんですよ。長い時間。だから、まあまあ、ある程度風を送り込まないと、燃焼率、まあ、どう言ったらいいんですかね、高温に持っていきにくいんで、ある程度風通しよくしてあげなきゃならないんですけども、風を送り込みながらね、ファンとかを軽く自転車こぎながら、ファンがくる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 回ってね、自動で風、まあ、足でこぎながら、こう、風がずっと送り込まれるような形とかね、まあ、分動って言ったらいいんですかね。上と下に、まあ、丸い球体をつけといて、一回回したらぐる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 自動で回るっていうね。振り子運動で。そういうもので自動で、そこの部屋にそれを置いといてね、緩やかにですけども、風を送り込んでくれるとかね。まあ、燃焼室がね、特に沖縄で夏を行うんであれば、ものすごい高温になるんで、こんなとこおられへんわっていうような形になると思うんですよ。まあ、その高温なところがちょうどいいみたいな形になるんですけども、高い発電力につながってくるんですけども、まあ、発電のそのかまどに関しては僕も自分の知ってる限りのことをいろいろ記載してるんですけども、まあ、それは今のバイオマス発電のような形にした方が、本当はいいのかもしれない。だからどちらがいいかっていうところは、ちょっと謎なんですよね。その、人間的な効率性とか、そういう設備工場を作るのにエネルギーがいるでしょ？金属加工したりするから、溶かしたりとかで。基本的に石のかまどで、まあもちろん沸騰する湯沸かしのところは、まあ何を、どの金属を採用するかなんですよね。すごく高温に持っていくんだったらアルミニウムは無理です。660度で融解し始めますんで溶けるんですよ。だから、まあ鉄関係にするのか、鉄の周り、をそれでステンレスでコーティングしておくのか、内側の水溜めるところですよ。だから、何が一番効率いいかなっていうところで、ちょっと難しいところあるんですけども、水溜めてたらいずれ錆びますからね。薄くね、薄くそのステンレスをコーティングしておくとか、さすがにそれだったら沸騰するんじゃないかなとは思ってるんですけども、熱の伝導率はね、アルミはものすごくいいんですよ。だけども、660度で融解するから、まあ、東北地方とかね、北海道とか、北信越地方とか、あと、まあ、北信越地方だから長野県も入るのかな？入りますかね。中越地方かな？ちょっと待ってくださいね。中部地方ですね。中部地方に長野県とかも入る、その標高が高いところを今言ってるんですけども、まあ、兵庫県も日本海側のところの豊岡とか、まあ、神鍋とか八北って呼ばれていたようなところですかね。ちょっと僕も昔行ったところなので、記憶は曖昧なんですけど、スキー場とか、ああいうようなところの近辺に住まれてる、まあ農家さんのところとか、標高高いから、やっぱり結構冬場積雪する。で、暖を得ながら自家発電して、ついでに売電するぐらいの感覚だとか、自分のね、自家発電だけで済ます。まあ余った電気は電気自動車に、まあ、家からのコンセントでも差しといてね、充電すると。
まあ、そうすることによって暖を得ながら、まあ、そういう家とかだったらね、そのアルミニウムでいいと思うんですよ。そんな千何度まで木材で頑張って青い炎を作ります？何度から青い炎になるのか忘れましたけども、木炭とかでもね、火の勢いが全然違いますよ。うまく火を起こす人たち、技術を知ってる方たちとかだったら、そういう石のかまどでね、そういうふうなことできるんです。昔はそれで金属とかしてましたから。ただね、昔、もののけ姫、僕は20歳ぐらいの頃に、宮崎駿監督が、スタジオジブリさんがね、もののけ姫というものを放送して、まあ、乙事主という山のイノシシ、まあ、昔ね、記録では200キロのイノシシが仕留められたのが、まあ、歴代一番これが大きいイノシシだったんじゃないかなとされてるんですけども、体高は1.5メートルぐらいで、体長はね、2メートルほどのイノシシでクレーンで吊り上げてるんですけど、200キロぐらいの重さ。まあまあまあ、アニメだからもっと大きく表現してるんですけども、昔の人の生活ってああいうことだったんですよ。もっと危険なのが本当は熊なんですけども、熊と人間との戦いの方が熾烈だったんですけどね、昔の、歴史は。村の集落に熊がね、東北地方とか北海道とか、ああいうふうなところ、まあ、だから民家に熊に民家が襲われて、そこの住居人3人とも、死亡されたとか。まあ、もともと鉄砲とかで熊と戦うようになったんですよ。織田信長あたりの時代から。まあ、その頃の鉄砲もあんまり威力なかったから、まあ、3人がかりで、まあ、火縄銃ですからね、弾込めするまでに時間かかるでしょ、一発目撃った後。だから、最低でも3人がかりで仕留めに行きなさいの頃だったと思うんですね。刀とかじゃやっぱり無理だと思いますよ。大きい熊って2メートル超えてくる熊、超えてきていましたから、ずっとね、食料とかあったら、ずっと食べて元気よく栄養が行き渡るから、熊がどんどん大きく育つんですよ。だからね、ちょっと2メートルを超える熊なんかもう人間の手に負えませんから。まあ話ちょっとだいぶ変わりましたけども、まあエネルギーの残存量問題尽きた時に、その気球鉄砲とか何もなくなった時に、結局熊の版図がもう一度広がってくるんじゃないかっていう見立てを、まあだいぶ前からね、僕が今言ってるようなことを言ってる人たちはいます。テレビでも時々そういうことをおっしゃる方はいらっしゃいますよ。まあ、僕は自然再生可能エネルギーをね、とにかく進めて、あと太陽光パネルも、置けるとこ全部置いたらいいんです。屋根の上、法律作って、屋根の上を明け渡しなさいって。あとは家の中の電線とつないでおいて、使う方はいつも通り使って、いつも通りのお金払っておけばいいんです。で、電力会社が責任を持って取り付けたらいいんです。で、各市とか各区とかで分けて、何年にこの家に設置しましたっていうのを記録つけておくんです、パソコンの中。そうじゃ、ある程度の範囲で絞らなかったら、パソコンの中はもうデータだらけになるから、もうわけわかんないことになります、本当に。だから、空き家とかもあるし、まあ、一つの家に家族数人で住んでる家が結構あると思うんですけども、片や一人で独身で住んでいたりとか、まあ、会社の社宅があったりとか、会社という建物があったりだとか、駅の屋根の上とかがあったりだとか、まあ、ダムとか泉、まあ、泉とダム同じなんですけどね、意味。ダムがあったら泉の名前もついてくるんです。何々ダムの何々泉ですって。で、泉の上に、まあ、太陽光パネル2体式置けますし、その辺だけでもね、まあ、原発30基分ほどということで、豊田章男さんの方にはおっしゃっていただいて、まあ、インターネット記事とかでも流れてるんですけども、早く浮体式を置くべきだと。まあ、ゴルフ場とかに太陽光パネル設置したりとかは今してますね。屋根の上とか、そういう法律を作ってしまえば、屋根の上ガラケーでしょ。これで10万人分ぐらいの正社員雇用ができますから、生産と運搬と取り付け作業。まあ、取り付け作業がその10万人分のうちの9万人以上は絶対占めてくると思うんですけども。
で、耐用年数がね、20年とかだからこそ、また屋根の上登って交換するでしょ。で、あれリサイクルできるんです、太陽光パネルって。だから、その方向で頑張らなかったら、きりないんですよ。何で電力を得るのかっていうところでね、都市ガスのところはガス使って普通にある程度生活して、まあ、ガスも節約しなきゃならない。できるだけ風呂を炊かないでシャワーで済ます。僕は7月、まあ、7月の下旬ぐらいから気づいて、まあ、8月なんかは水のシャワーで過ごしました。1日も8月はもう湯のシャワー使わなかったと思いますね。今もその状態ですね、9月。だから風呂なんか炊いてたら160リットルぐらいお湯沸かすでしょ。自分でラーメンとか作るとき、まあ400ミリリットルとか500ミリリットルとか鍋にお水入れて湯沸かすでしょ。でそれ160リットルってとんでもないガスが使われてるなってわかるでしょ。だからその辺のところみんな協力して、日本、まあ世界中の人がね、みんなできるだけシャワーでお風呂炊かないで過ごしましょうって、これだけだいぶ変わるから、まあ、大体2012年のガスの輸入してる、そのお金の金額の方でね、言うと、その頃、為替相場は1ドル80円台だったかもしれません。ですので、その時のね、ガスの価格、1ドルに対していくらだったとか、そういったことでちょっと話変わってくるんですけども、まあ、大体でいいです。大体の話いきましょう。2012年に、石油を輸入した金額は7兆5000億円ほどなんです。ね。みんなでその辺頑張ったら、超単位で多分減ると思います。日本人全員が頑張ればね。1年間。冬場もですよ。お湯のシャワーだけ。風呂沸かさない。脱衣所を温めておく。電気ストーブで。電気ストーブ、それ2台使ったらすぐ温まります。1台の電気ストーブだったら温めるのに15分かかるところが、2台の電気ストーブだったら5分で温まります。脱衣所。脱衣所が暖かくなれば気にならないから。お湯のシャワーで。だから、若い人とかだったら、まあ僕ももう46でさえ、46歳ですけども、例えばね、腹筋、腕立て、背筋を、15回ずつもう一気にスピーディーに行うと。で、そのまま風呂場に突入と。まあ、こういうふうな形でいいですね。まあ、30回ずつでもいいでしょうし、それで体温、血流がね、血の循環が速くなるでしょ。運動したら。だから、そのまま風呂場にすぐ突入で、一気に体洗うと、頭と、シャワーで。徹底的に行ったらね、あんまりガス代かからないんですよ。で、水道代も。その風呂にお湯を毎日160リットルとか水張るから、お湯を入れたりするから、水道代とガス代がかかるんですよ。だその辺のところを、金銭的にも、上手な活用ということになってくるんですよ。だそういうところで、ね、みんな協力して、あとは電車、バス、徒歩を使いましょう。車なんかあんまり売れなくて大丈夫です。で、これでいいんですよ。なぜなら太陽光パネルの設置とかで仕事になるし、河川水門開閉式玉発電の、水門を生産する、したり、タービン、コイル、そういったものを、まあ、一応ギアがついてくる部分は自動車メーカーの人に参加してもらって、ギアに関しては自動車メーカーの人たちが多分一日の長をお持ちでしょうから参加してもらって、だから車もうほどほどでいいか、もうこっち待てっていう、こういう形ですね。一気に、もう今空き家が1000万件超えてますから、東日本大震災が発生した2011年の頃は空き家の数600万件台だったんですよ。大体それぐらいです。で、ずっと警鐘鳴らされてたんですよ、ずっと。建物を作りっぱなしだったから。で、少子化でしょ。余計買い手がいないのに建物を作っていたっていうのが日本の実態で、これ他国も同じなんですよ、結構。どこの国も先進諸国は少子化してるから。だからその辺のところでね、建設業界の人たちが、本当余ってるんですよ。仕事欲しいでしょ。そしたら、河川水門開閉式玉発電の設置に行ってくださいってこうなんですよ。これで話で全部都合良くなってくるでしょ。家作ってなくても、もう家作っちゃってるんですが。まあまあ皆さん、まあ、あんまり、まあ、今ある作った家のところに住んでいただけませんかっていう話になるんですよ。しっかりとした正社員雇用の契約書とかお持ちの方ね。だからその太陽光パネルの仕事が結局手堅い仕事になると思いますよ。
正社員雇用として他の仕事とか本当に難しい。飲食店でもスーパーマーケットでもそうですけども、うん、次々近くに出店とかして、経済原理でね売り上げが減ってしまってやっぱり倒産っていうことをこの店も閉店しましょうとかなりますから、それあるからやっぱり太陽光パネルとかエネルギー関係の仕事は一番手堅いです。本当にずっと継続して仕事があるからやっぱり家買えるっていう形になるんですよ。家は基本的に夫婦で、ローンの返済するものですよ。最初の5年間のローンが負けてくれるから、安くの金利、その後は通常金利に戻りますから、だからその最初結婚して5年間のうちに夫婦と共働きで一気に借金をどれだけ減らせて入れるかで、後の生活が、まあ、負担があるかないかの話に変わってくるんです。だから家の借金さえ、ね、返済してしまえば、あとは固定資産税だけですから、だいたいね、2700万円ぐらいの家かな、3000万円ぐらいの土地代と建物代ですよ、セットで。で、それぐらいの家で、年間の固定資産税が24万円ぐらいでした。だいたいですよ、だいたい。だから、家の方はね、築年数、家の方を返済するときって、だいたい前、もう購入してから40年ぐらい経過していたとしましょう。そしたら、固定資産税も目減りするんですよ。築何年で。1年の経過とともに。だから、賃貸とかだったら家賃払わなきゃなんないじゃないですか。だけども、例えばね、年金が、その、お嫁さんの方がね、一月、8万円、9万円だったとしましょう。で、旦那さんの方が、まあ、15万円ぐらいだったとしましょう。家賃払わなくて済むでしょ、家の方だったら。家の方を返済していたら。じゃあ、固定資産税の方で行くと、一月1万円ちょっとぐらいしかかかりませんっていう話になるんですよ。ね？楽々それでも生活できるんですよ。やっぱり最初早く結婚して家購入して家のローンを最初の5年間に全力で返済していって手堅い仕事でっていう方は、まあ、人生、まあ、安泰だったりひどい苦労を背負わなくて済むっていうことになっていくんですよ。だからやっぱりお金返せなかったら家売らなきゃならなくなりますから、これが現実です。だから裁判所とか行ったら競売かけられてるその家っていっぱいありますよ。ぶら下がってますから、あの表になってずらーって。ちょっと話だいぶそれましたけども、あのエネルギー関係のことに関してはまあ今月発売される世界国税税を購入するか図書館でということになりますね。あの、ね、出生率に関しては 2% でもともと人口横ばいなんですよ。まあもともと男性と女性が同じ割合でずっと生まれてくる。まあこれはまあこの世を作った神様のなせる力かなと私は思ってるんですけども、もう人間の考え方とかでは説明できないでしょう。で、もともと半分の人しか結婚出産までたどり着けてないんですよ。でも今なんか出生率日本 1.27 で3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着けてないんですよ。2003年に個人情報保護法が出来上がってから。韓国なんかもっとひどい状態で今 0.8 かそれ以下なんですよ。だから2045年になったら65歳以上の人が韓国の場合は 50% 超えると思いますよ。日本は、38.4% で現在ですでに 28% か 9% なんですよ。65歳以上の方がね。だからもうみんなあのもうぼーっとしてる場合じゃないですよっていうことで、スポーツ業界も、しっかりと、規模縮小してもらわなければならない。もともと採算性が合わないところね。だからプロ野球の一部の球団だけなんですよね。採算、後のスポーツ全部無理です。ありません。サッカーなんか論外です。もうみんなの税金でスタジアム作ったんですから。それ会社を持ちよう、本当は固定資産税払わなきゃならないですから。本当はね。だから、まあ私の案で、2リーグ6球団に編成し直していただきたいっていうところですね。まあちょっとあの話それましたけども、
まあ、皆さんチャンネル登録と、まあ、ホームページ淡井圭介の利益とかをね皆さんにお伝えしていただいて、まあ、淡井さんが言ってる YouTube とか、そのよそこらのアナウンサーより僕の方が上ですから、はるかに池上彰さんもだいぶ前から向こうの方が上ですって僕のことを番組中にね向こうの方が 上ですとかボソッと今まで何回か言ってましたけども、あれ僕に向かってのメッセージなんです。僕の方が実力あるって池上彰さんも認めてるんですよ。まあ、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、皆さんへおすすめ、よろしくお願いします。